そして札幌ドームのファンと、ね、最後にハイタッチを交わしているシーンです。さあそれでは今日のゲームハイライトで振り返っていきましょう。さあまずはその杉浦俊博投手の立ち上がりです。移籍後初先発の杉浦は、しっかり立ち上がりました。まずは先頭上林、そして続く中村、さらにはこの後柳田悠岐もストレートでしっかり押して、まあ、立ち上がりからしっかりストレートで押していきましたよね。そうですね。ワンツースリースタート、三者凡退でスタートした杉浦でした。まあ、緊張の、ね、感じもあったのかという中でしっかりと立ち上がって、そしてすぐファイターズの野手たちも援護します。昨日に続いて今日も2番で先発の松本剛がノーアウトランナー2塁からライト線に先制のタイムリーツーベースヒットを放つと、その後昨日もタイムリーヒットを打っている中田翔が今度はレフトにツーランホームラン。立ち上がりのホークス先発摂津を攻めます。で、援護をもらった後も三者凡退が続きました。そして4回の表は圧巻、この回先頭1番の上林、さらに2番の中村も見逃しの三振、そして最後は柳田悠岐も最後はカーブで三振に切りまして、三者連続三振のワンツースリーイニング、4回までパーフェクトに抑えた今日がファイターズ初先発の杉浦で、その杉浦5回の表は先頭のデスパイネにいきなりデッドボールを与えてしまうんですが、その後、しっかりと内川を抑え、最後は牧原を、抑えて5回無失点で勝利投手の権利を得て降板、笑顔がこぼれたというシーンでした。でそこからファイターズは、細かい継投に入ります。で2アウトランナー1塁からは、中村にこの日チーム初ヒットを許してしまいます。まあ、その前に、まあ、三振ワイルドピッチ、まあ、振り逃げなどもあってこれピンチ拡大で二塁三塁となるんですが、最後は公文が踏ん張りました。柳田悠岐をセカンドゴロに打ち取って、まあ、ピンチをしっかりと0点でしのいだというところでした。中田翔も、ね、しっかりと体を張ってのプレーでした。で7回の表です。ホークスは、この回は先頭、デスパイネから2者連続ヒットでチャンスを作ってワンアウト満塁と、宮西を攻めます。その宮西ですが最後は代打の、川島にこれが犠牲フライとなる1点を献上してしまいます。まあ、ここでまたゲームが動き出しました。しかし、まあ、その後宮西は踏ん張ります。ツーアウト満塁とされた後上林を最後セカンドフライに打ち取りまして、最小の何とか1点で切り抜けます。で2点差に詰め寄られてトンキンが8回もランナーを許したんですが0点に抑えて9回は、昨日も1点差勝利を見事セーブしました石川直也がマウンドに上がります。しかしその石川が、ヒットとツーベースヒットで、二塁三塁とされて今宮にはこのライトフライ、これで犠牲フライで1点返されるんですが松本剛がサードに好返球で見事捕殺。そうビューティー。これでまあツーアウトダブルプレーとなってで最後は上林をレフトフライに打ち取ってゲームセット。最小の1点差をね石川直也も連夜のセーブ。杉浦にとっては嬉しい移籍後初登板初勝利となってファイターズ1点差で勝利しています。近藤さん、はい、どうぞ。ホークス先発摂津投手の談話をお伝えします。大事な試合の初回に失点してしまい